そのせいでこんなことになって。今まで俺、お前に迷惑かけられっぱなしだったけど、今日は俺が迷惑かけちゃったな。そんなこと。私はそんなことくらいしかできないから。今日病院で思ったんだ。人の命って一瞬の判断にかかってるんだって。ちょっとしたことで簡単に治せるものも治せなくなっちゃう。それくらい人の命って脆いものなんだなって。本来なら治る病なのに命に関わる事態になってしまうこともあるんですよ。特に小さな子供の場合は。今回だってもし朝まで待っていたら。俺も怖かった。今まで命なんて神様が決めたもんで、人にはどうにもできないって思っていたから。でも入江君にはどうにかできちゃいそう。いろんな薬発明したり、お医者さんになって病気ペロって治したり。入江君にはいっぱいいろんな可能性があるんだよね。どんなに可能性があっても何をやりたいのか分かってなかったら意味がないから。今まで何をやっても余裕があった。逆に言えば暇だったんだよ。忙しくなってみて、自分にとって大切なもの、興味があること、少しずつだけど分かってきた気がするんだ。あらあら、疲れが出ちゃったみたいですね。起こさないでおきましょうね。かわいい彼女さんですね。私もこんな頃があったな。それじゃごゆっくり。ありがとうございます。お兄。